おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみです。あ、おやすみしたおやすみしちゃいけません。晩なんです。海風でございます。今年最後のこの何画面に向かって話しかけ歌う時間となりました。恒例のですね、ひみくとしくるとしということ で、まだクリスマス終わったばかりなんですけど、ね、ちょっと収録の関係でこれが、まあ、最終ぐらいになりそうなんで、はい、ね、まあ、ちょっといろいろ1年間振り返ってみてお話も入れながらやっていきたいです。まあ、気楽に聞き流してやってください。年寄りのたわごとだと思って聞いてやってくださいね。はい、ちょっとマスク外していいんですかね。別に飛沫飛びませんから、電波に乗って。よいしょ。うぅ。さあさあさあ、コロナですよ。ですよね。ねえ、なんか聞くところによると、今イギリスとかね、フランスとかね、1日に10万人だそうですよ。ですよね。10万人ですよ。ですよね。日本なんか全部合わせて、なんか100人も行くか行かないかぐらいでしょ。オミクロン、うまく 水際で止めてるようですけどね。でもポチポチ出だしたからね。出したからね。やばいですよ。やばい。気をつけてくださいよ。今日広島県1？あ、1出たみたいですね。久しぶりですね。ええ。まあでもそれも、ね、時の流れの中で一時、100超えたりとかね、してますよね。まあでもこれは、なんか自然からの警告かなと。人間ちょっとあまり好き勝手やりすぎじゃないかというお叱りのような気がしていけないですね。うん、でもまあ気をつけなくてはいけないね。これは気をつけましょうね、やっぱりね。ちょっと油断大敵です。そうです。はい、ということで今年、今年はですね、2020年にやるべきことが1年伸びたのがあります。何でしたっけ？それたくさんあります。あ、一応クイズですけど、はい、何でしょうかね。まず、まあ、本当は2020だったんですよ。2020、それはまずオリンピック。オリンピックでしょ。日本ね、たくさんね、金メダル取りましたね。取りましたね。で、やっぱオリンピック、あれ、もしね、中止になったというか、もうね、もう、大ブーイング?もう、元気なくしますよ。ね、日本も、ね。元気もらいましたね。あれ、元気もらいました。よかった。もらいました。ね、金メダル、柔道のね、やっぱり兄ちゃんも強かったっていう、兄弟で取った、ね、取りましたね、メダルね。まあいろんなとこで感動もらいました。やっぱりまあかといってやっぱり、いろいろとこう一年振り返ってみるとですね、コロナで全てが、中止延期になったところは、まあ、オリンピック頑張れたなと。いや、もう相当ね、やめろやめろっていう声も聞こえましたけどね。でもね、そういうテレビ局がですね、オリンピックが始まったらもうよしよしよという感じで、うん、手のひら返してね、うん、やりましたからね。まあ私たちもいい年になってきてですね、あれもやりたかったとか、これもやりたかったとか、いろいろあったんですけど、実はこもってました。あ、こもってました。でもね、やっぱりもう無理かな、ええかなと思っても、ちょっともう一回頑張ってみようかなという ね、コロナが終わったらちょっと頑張ってみようかなというのをね、ちょっと思ったりするんですよね。はい、まあそんな感じで、はい、手を語るのをやめたのはいつだったろうか。手首は打たれて、いつの間にか穏やかな人となり、周りと争うことを避けて言語して暮らしていく。そんな自分がまんざらでもなく、時に響いていた。
度くらい失敗したって終わりじゃない。夢を諦めたらその時点で負けなくな、一歩を踏み出して手を伸ばすとき、止まっていた時間が歩き出す。安西先生言いました、諦めたらそこで試合終了ですよ。そうなんですよ、試合終了ということは人生終了ですからね。お、人生終了ですか。そうですよ、だからね、怖いな諦めちゃいけません。あ、そうですか、いつかいいこともさて巡ってきますからね。ところで、今年の紅白、はい、どうですか。うわ、ちょっと楽しみ、正直言って。ちょっと紅白歌合戦っていうね、はい、ネーミングが変わるんじゃないかっていう、はい、ちょっと噂もあってね。なんか五木ひろしさんがなんか落選したとか、ですよね。僕ハラミちゃんがね、はい、あ、出れなくなってるんです。なんですか、なんですか。まあバックでね、応援で松田聖子があの、あ、一緒にやる予定だった。一緒にやる予定だったんです。で、そう辞退したので、まあ、ちょっとそっちの話はしたくないんですけど、辞退したので、で、まあ、それで亡くなる。そうか、それでもその枠はなんかね、他の人が来ればいいなと思うんですけど、うん、なんか復活してるもの何人かいるみたいですね。ですよね。うん、でもそれはまあ、昔はね、紅白出ると、もう1年間安泰だっていうのがあったけど、うん、もう今頃、辞退する人多いでしょ。多いですよね。ね、なんかそういう意味じゃね、もう紅白ももうそろそろ、今言った名前をネーミング変えるとかね、何か新しいあれをしないとね。で、若者はね、やっぱ NHK がね、若者を意識しすぎて、そういうふうな作りにどんどん新しいものを、若いものを取り込もうとしてるけど、うん、若者は見ません、やっぱり見ませんか。あ、もう YouTube とかね、裏番組見てますからね。ですよね。だからね、やっぱり NHK は年寄りは大切にいけません。ああ、そうですよね。まあ、そう思いますよ。だから、演歌に今までヒット曲ないじゃないかって、なんで出るんって言っても、やっぱりね、見てる人が、やっぱり、ああ、よかった、今年もこれで年を越せたっていう、喜べる、そういう人たちが、やっぱし、いる限りはね、紅白もそういう方のための番組であっていいんじゃないかという、気がしますね。まあ、待ってる人はいるでしょうね。いるでしょうね。いるでしょうね。演歌ファンがやっぱずっと、私が思った、昔思った。じいちゃんが演歌聴よったら、じいちゃん亡くなったら演歌はもうみんな聴かないのに、また次のじいちゃんが現れるんですね。そうですよ、ね。そのじいちゃんが、いや、昔から好きだったのか、急に好きになることありますかね。そりゃあ。最近、いや最近演歌がええわとかね、ならないんじゃないかもね。大体ね、近所のね、おじさんとかおばさんはね、皿洗いをしながらね、鼻歌で演歌を歌うんですよ。なるほどね。ねえ、だからそれで、ああ、そうか、あの歌かとか、森進一かとか、ああ、坂本冬美かとか、歌うわけですよ。へえ、私はね、なんかね、夏メロっていうと、演歌というよりも、私の場合は、やっぱりグループサウンズからね、フォークのその走りの辺。ここら辺の1960年、70年代っていうところがですね、僕はあの当時はね、聴くのは好きでしたよ。ああ、寺田武史とかね。ああ、なるほど。漫画読んでました。まあ、まあ、漫画読んでました。ギター弾かなくて、ね、なんかこの間、府中の方でね、同級生がさ、ね、
おい、星野、お前、漫画読んだったね、これ。ありがとうございます。言ってましたね。いつ練習したって言うんです。なるほどね。いつ練習したいって何年も何十年も経つんだよね。ね、半世紀経つよね。半世紀。それは言い過ぎだ。それは言い過ぎですけどね。やっぱそうやってあの、ね、懐かしい友に会うな、いいですよやっぱり。あ、いいですね。ね、捨てたわけじゃないですけど。捨てたんですか。私も捨てたんか思いましたよもう。あの当時ね、めったに言いませんって言うんで、めったに言いませんということは。またいつか言うってことです。あ、そうです。そうなんです。あ、また言っちゃいましたね。完全にストップじゃないわけですね。あ、そうですね。めったにという素晴らしい言葉で。チャンスよ、でもね。また言ってみようとずっと思ってたんですよ。ほんなもう言っちゃいましたね。あ、言っちゃいました。はい。それではですね、そういったのをちょっとやってみましょうかね。はい、ね。あ、曲はあの繋いで流れるから、うん、そうなんです。別にいいですね。いいですね。いいですか。じゃあ同じだけいきましょうか。はい、来年の抱負ということで、はい、まあ、今年もね、まだ終わってるわけではないんですけど、やっぱり来年に向けてですね、何か思うことちょっとこれで宣言、うん、もう全世界の人々に宣言するわけですかね。言ったからには絶対に実行しないとダメですよ。嘘つきになりますからね。嘘でしょ。いけません。あ、ダメです。ダメですか。どうぞ。はい。あ、私からです。そうです。はい。今年も去年もそうなんですけど、ちょっと退去しまして、うん、あらららら、風邪でも引かれましたか。風邪とはまた違うんですけどね、はい、ちょっと大変なことになりましたね。あ、だからちょっと体をやっぱり作るのは、うん、やっぱ食べ物だなと。食べ物がもう体を作ってるんだと。確かに、うん、まあ、その中でやっぱりいろんなね、毒もたくさん飲んでるし、たくさん食べてるし、うん、だけどまあそれを食べないようにちょっと食事制限をして、うん、あの今年は来年は頑張りたいと思ってますね。ただちょっとあの一時すごく痩せたので、うん、でまあちょっといけないもってたくさん食ったら最近ちょっとデブになりました。あらららら。食事制限はね、うん、いけないと。でもやっぱりあれですよ、美味しいものは食べたいですよね、やっぱりね。食べたいですよね。でも、うん、私なんかもいつもね言われるんですよ。食べ過ぎ、甘いもの食べ過ぎ、量食べ過ぎ、ね、辛いのダメとかね。でもそれを十分消化してるからいいでしょ、うん、というんで運動したり歩いたり、うん、まあでもね、それ以上食べてしまうあ、限界あ、だからね、超えてるんですね。そうなんです、痩せないんですね、はい、ダメですねでもやっぱり、まあテニスとかはね、やっぱり勝ったり負けたりってなるんですけども、まあ強くなる。今日のところは
今年最後の試合があったんですけど、また負けちゃいましてね。あ、最近ね、多いんですよ。1回戦で当たったやつが大体優勝するんです。おもうこれ今2回続けて、おなんで最初に当たるんかなと思うんですけどね。あ、いいやつが当たるからいいと思う。それでちょっと糧にして次頑張ろうと思う。ね、それは続くとね、なんかね、へこむんですけどね。でもやっぱりね、ゲーム終わったらやっぱり、あの、今はね、昔はね、あのネットあの挟んで、ね、ありがとうございました、次頑張ってくださいねってこう言って終わるんですよ。今はね、握手しちゃいけない。だからラケットを出してコンコンと、お互いにラケットでコンコン。そうか、そうだな。そう、それはそうなるな、うん、やっぱりあの普通ね、あのシングルスなんかだと終わったらこう肩を叩いたりとかね、背中叩いたりとかして頑張ったねっていうことでやるんですけどね、それができない、スキンシップできませんからね、うん、であんまりこうやって喋ってもいけないからね、うん、まあ遠くからトントンとキープディスタンスでトントンとこうやるんです。さて、私のですけど来年、まあ年を明けて、これからコロナのこれからね、うん、拡散がどの程度になるかわからないですけど、私そんなにねひどくならんじゃないかと思うんですけどね。それにあのオミクロンの場合はあの重症化あまりしないらしいです、うん、それともう一つ朗報は飲み薬ができたということですね、うんうん、赤い、そう、これができればね、なったら飲めばいいんだから、もう風邪薬と一緒ですよ、うん、インフルのタミフルみたいなもんですよね。そうなればそんなに不安もないんだろう思うんですけど、でもやっぱりあのこの感染力がすごいみたいですからね、出だしたら一気に2倍3倍とあっという間に増えるみたいなんで気をつけていきたいですね、うん、まあそれはともかくですね、海風の方もですね、来年はついに10周年です。じじいになりましたね。10周年ですよ、じじいに。うわーね、思い起こせばさ、あの友の浦のあのライブですよ、いきなりプロの、前座ですね、まあ、オープニングアクトってかっこいいでしょ、オープニングアクト前座なんですけど、私たちがなんで前座に出れるんかと。でもね、私たち密かにね、そこではね燃えてたんですよ何がプロや、負けるもんかって。恐れ多いね、もう怖いもの知らずですよね。そうですよね、何十年もギター合わせてやったこともないのにね。弦が錆びてましたから ね、ケース開けるとね。そうよ、私あの当日の2日前にですね、マーチの DM というのを、ね、中古を買ったんですけどね大きい音が出るやつでしょ。そう、大きい音が出るんですよ、これがマーチの DM、 これは D28 ですよ、28ですけどね、 DM って別に手紙出すのに DM 出すのないんだけどね、これがね、単音は結構よく出るんですよ、うん、でどうしようかなと思ったんだけどね、もしもし星くん、俺ちょっとあのマーチの DM のがあるんだけど、こんな分なんだけど、どう思う、買ってもええと思う、どう思うっていうの、これはね、どう思うってもうほとんど決めたんですよ。あ、けどね、ちょっと背中押してほしかった、うん、分かった。まあ効果ですからね、うん、それはもう1万2万だったらどうぞって言うんだけど、うんうん、マーチンですから高いですから、一応メイデン USA ですよね。メイデン USA で、やっぱりね、欲しくないいいよ、買ったらって言ってほしいなと言ったら買おう思えたやめときって言われたらどうしようか思えたんだけど、まあでも、もう本心はもうこの人は絶対買うだろうと思ってました。思ってました、諦めないアントンです。いやいや、諦めないといけないっていうか、諦めないといけない場合もあるんですけどね。でもやっぱりあの時はね、うん、やっぱ欲しかったなというのと、うん、やっぱりでもよかったでしょ、うん、よくね、あの時ね、うん、飲み水ですよ、ほとんどよーね、海岸通りなんて今も引けませんよ今引けても、うん、あなたがプロを選んだのはってもう引けませんね。あの頃はね、石川貴彦さんのね、リードをね、研究しながらね、しかも本番飲み水でやりましたからね、そこにはね、負けるもんかという気持ちがね、実はねメラメラとこうね、そこでね、面白い話があってね、
リハーサルがありましてね。で、まあ、プロの方がこう先にやるでしょ。リハーサルありましてね。で、マイクとかいろいろ調整と PA。PA すごかったね、あの時のね。すごかったですね。トラック1台分の PA ですよ。こんな感じで、ダダダダーと、ね、積み上げだったね。で、セッティングしたんですよ。じゃあ、梅田さんもリハーサルしますって。やっぱりやらせてください。出たんですね。で、弾いたね。ちょっとマイクの位置が、ちょっと、星君、これ、ちょっと、マイク、遠いよって言って。で、動かそうとしたらね。そしたら、あ、待ってください、待ってください。これも、もう、セッティング済みですから、触らないでください。あ、これちょっと余ってますから、このマイク使ってください。太鼓のマイク。あ、余りもんでやったんです。ね。余りもんで。太鼓のマイクですよね。ドラムの音をちょっと平岡いう、そうですね。ボーカルはダメです。使っちゃダメです。そうですね。でもまあいい音してましたよね。そうですね。太鼓のマイクですけどいい音したんです。本物のボーカル用のマイクだったらもっといい音がするんでしょうね。そうですよね。あれはね、やっぱり、なんていうかな、腐っても、やっぱプロの、PA が、ね。ですよね。いや、今とかつてあれだけ大きな機材を並べたのは初めてです、うん、見ましたね。お金かかってますよね。かかってますよね、だってそのための車があって、そのためのスタッフが一人じゃないですからね、何人かいますからね、いましたね、でもまあ場所が変わって小さいね、そう場所になりましたけどね、残念でしたね。まあでも去年は、まあ、残念なことがたくさんありました、はい、でもまた来年はですね、はい、宣言しておきますよ、はい、まずアコバラ、あ、これが去年は録音済んでよし、結果待ちだと、中四国ファイナル行こうぜって言ったら、海川さんすいません中止になりましたあんだということでですね、じゃあ岡山よし、これ国際音楽祭、これはいけるぞと思うと、場所が変わって日にちも減ってすいません県外の方はあらららら、やっぱあの頃はね、県外はねもう入れちゃダメだったんです、県外の移動は絶対ダメって、笠岡辺りの公園に行ってもね、県外の方は立ち入らないようにしてください、おいおいバイキンかよバイキンまあそんな感じだね、したよね、ダメでしたからね、でも助かったのはやっぱり私たちの友人であるたぬきさんがいろいろ企画されたライブの中にですね、海風の方を招待してくださって、その、こう溜まってたものを吐き出す、いい機会を与えてくれたのは本当に海風さん、海風はたぬきさんに本当感謝しております、ありがとうございます、はい、また今年も一つよろしくお願いしますね。で10周年記念の方も、9月にも、場所はオールズので、決まったということで、海風結成10周年記念ライブ、これをですねたぬきさんのところとですね、コラボでやっていきたいなということで、決まりましたので、それまでにはまたいろいろといろんなまた出来事もあり、また新しい曲もまたできると思うので、はい、まああとオーバー65というのもまたありますけどもねこれはこれでまた頑張りたいと思いますね、はい、はい、それでは、いろいろと話しましたけども、いよいよ、今年も余すところあと1週間ちょいかな、ね、もう少しですね、ですよね、皆さんも来年もお金なくですね、新しい年を迎え、そして来年はこそ今年我慢したことができるように、そういった年になるように、心から願っておりません。海方の方から皆さんに向けてのメッセージ、またいろんな曲をこの後挟んでですね、長丁場になると思いますけども、やっていきますので、どうぞ最後まで見てやってください。はい、じゃあ最後の挨拶だけお願いします。まあいろんなことありましたけど、来年は2人揃って、頑張りますので、今年以上のものは持ってきたいと思いますので、よっしゃ、頑張りましょう、頑張りましょう、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ一つよろしく、いいお年を。